残された課題はこの3点というふうに説明を受け、これは全部クリアできると思います。えー、まず最高裁の確定判決と違う内容の勧告が出た場合、別に最高裁の判決を覆すわけではなく、三審制を別に変えるわけではありません。外国も裁判制度があるのに、もう115カ国、も批准しているわけです。最高裁、これは別にハードルとならないということでよろしいですね最高裁判所事務総局、小野寺総務局長。 最高裁判所の確定判決と異なる内容の見解が出された場合などを含め、司法制度や立法制度との関係でどのように対応するかにつきましては、政府・国会において判断される事項であり、最高裁としては申し上げる立場にないものと考えております。 つまりずっとそうですが、最高裁、別にこれに反対しているわけではないんです、それは国会がお決めになることであって、司法制度とは違う、最高裁の判決を別に覆すわけではないんですから、それは、あの1の点は何もハードルにならないと思います、2点目なんですが、金銭賠償の勧告が出た場合、日本には金銭賠償のシステムがないのではないか、でもこれは違いますえ。例えば、モルドバ共和国のケースでは、社会保険年金の権利を否決された期間中に被った、 権利侵害に対する十分な保障を支払うこと、離職したことに対する精神的損害について、十分な保障を行うなどと示されており、具体的な金額は示されていません、何が十分な保障かは、締約国内で判断されることとなっており、二の点も、金銭賠償のシステムがないということは問題とならない、勧告が出て、それをどう受け止めて、どう実行するかは、日本政府、 日本の国会に任されてるわけですから何も問題ないと思います。で、法改正の必要が出た場合どう対応するかですが、韓国に強制力はありません。え、ですからそれをどう受け止めるのか。え、いろんな人権委員会から韓国出た場合、日本政府は強制力はないといつも言ってますが、しかしそれをどう日本社会で活かすかは国会も政府もやっぱ努力している面が大変あるわけです。それと同じで金銭賠償のシステムがないとか、法改正の必要性が出た場合どう対応 するかわからないっていう点はこれはクリアできるこれ何もハードルではない